今日もたくさんのメッセージありがとうございました。今日7月6日はピアノの日ということで、はい、ピアノあれこれでメッセージをいただきました。はい、ね、その中でね、例えばあのまるまるペリア爺さんが還暦の小生の思い出は、はい、柔道一直線のドラマの中でのピアノの鍵盤の上で踊るように曲を奏でるシーンでしょう。あの足で近藤正臣さんがピアノの鍵盤の上に立って、はい、足で、だからもうバレリーナのようにつま先でつま先でこうやってちょこちょこちょこっと弾くわけでしょう。そう、あのシーンやっぱり覚えてる方多いんですね。で、あの番組の中で、はい、何弾いてたんだろうって、あ、曲目ね、なんだ、弾けるとか言ってたんですが、いろいろいただいてね、たくわちゃんは、はい、足で弾いていたのは、うん、猫踏んじゃったと、うん、アンダンテカンタービレエスプレッシオーネですね。何猫踏んじゃったトラルチャチャトラルチャチャトラルチャラチャラチャチャだけど、アンダンテカンタービレエスプレッシオーネ、どんな曲だっけ、わかんない。南部町の英二さん、はい、やっぱり近藤さんが弾いちょい出た曲は、はい、猫踏んじゃっただったじ、あ、トラルチャチャトラルチャチャですね。カメッチさん、はい、ハトポッポだったと思います。ハトポポえポポポとかだった、ハトポ、それピアノで弾きます、なんか猫踏んじゃったのよね、なんかね、僕もそのリアルタイムでドラマは見ていないけれども、懐かしのドラマっていうことで必ず出てくる、出てきますよね。それで衝撃的だったので、あの映像が、猫踏んじゃっただったような気がしますけど、でも今覚えば、ええ、わざわざ猫踏んじゃって足で弾かんでもいいのにってまあ、ね、でもそれも柔道のトレーニングの一つだったのかな。しかも足だから踏んじゃったっていう感覚でしょうね。あ、そうです、鍵盤踏んじゃったから猫踏んじゃった、 ですよね、うん、桜木健一さんのライバルの近藤正臣さんでしたからね。何のライバル、桜木健一さんが主役なんですよ。あ、そうなんですか。へえ。そのライバル役が近藤正臣さんなんですよ。はい、それで、ええ、近藤正臣さんが鍵盤で足で弾くっていう、ダラランチャチャダラランチャチャってやってたんですか。やってたんですね。にゃんてこったどうしましょ どうしましょう足考えただけでもつりそうです。つりそうですか。あ、お後がよろしいようで、はい、ではまた来週です。聞いてね。